こんにちは、シアレース大阪まっちゃんです。今日は、はい、アベストさんの商品、はい、でまだ YouTube とか出てないものを出そうかなと。うちが初っすか。はい、初公開かなと思ってるんですけど、あれですね、後ろアベストさんの、そうです、アベストさんのデモカーで、まあ、今日来ていただいてるんですよ。はい、なのでね、ちょっと一緒に出てもらおうかなと、お、はい、思ってます。ほな今回はこのアベストさんの車にそのものがついてると、はい、その新しいものがついてるんです。それはアベストさんの、はい、ね、あの僕より絶対説明上手にしてくれるんで、そうですね、紹介してもらおうかなと思います。では、ね、早速お呼びしたいと思いますので。そうですね、はい、まずお願いします。お願いします。あ、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。吉野さん、ありがとうございます。今回は、はい、その新しいものを、はいはい、を説明してもらいます。お、はい、新しいあのドアミラーウィンカーですね。これで、これが、はい、6型のもちろんカラーのやつは、ね、いつでもつけてると思うんですけど、うん、まあ、メッキのカバーめっちゃかっこいいですよね。メッキはかっこいいと思う。メッキのカバーはまだ YouTube とかで宣伝したことないですね。はい、上げられてないので、あ、初で、初公開ですよね。はい、初公開です。で、これめっちゃかっこいいですよね。かっこいいと思います。ありがとうございます。これ前が出てたやつがちなみにこれですよね。このカラーの、はい、これがこれと、セールスポイント。あ、そうそう、ちょっと下手くそ、僕下手なんで、ちょっと今逃げとくんで、はい、紹介してもらおうかな。そうそう、まあ、あれですね、言うまでもなく、ハイエースにはドアミラーウィンカーがないんで、はい、まあ、それはまず後付けできます。今、ポジションで LED 光ってるんですけど、うん、ウィンカーを出すと、CK シャルウィンカーが、セットする、はい、やっぱかっこいいですね。通常点滅と切り替えることもできるので、はい、車検とかも安心して通せることができますね。あ、これが今流れるバージョンで、はい、これはボタン一つで、そうです、はい、これ今通常点滅ですね。あ、どっちもかっこいいですよね。どっちもあれです、流れてかけた方でかっこいいです、はい、流したくない方もいらっしゃると思います。はい、けどこの中はね、はい、濃い中はこれブロンズゴールドっていう、ちょっと黒っぽいメッキのレンズをつけてまして、そっち側にちょっと、1から5型用なんですけど、あ、これですか。これが普通のシルバーのメッキです。通常はこれってことですね。はい、オプションで買える、オプションで選ぶと。うーん、あともう一個、これもまだ全然公開してないんですけど、このオールメッキって言って、このアクリルの部分、こっちの、失礼します、このアクリルの部分があるんですけど、はいはいはい、も、メッキに、加工されてるタイプです。この白いところが本間は光ってるけど、このメッキが光ってるってこと。そうです、メッキの裏からこう発光するような感じで、はい、この縁が結構強めに光って、中の、メッキの部分はこうふわっと光る感じの光り方になります。これもね、全部メッキでかっこいいですね。かっこいいですね。え、今これ計3種類あると。そうですね、まあ3種類、メッキの種類が3種類、はい、これですよね、はい、これとね、これと、うん、と通常のメッキと、ね、通常のメッキですね。でもなんか全然イメージ変わりますね。違いますね、この中の色だけで。そうですね、メッキやったらやっぱりこのメッキがいいですね。うん、ちょっと高級感を、ね、そうですよね、あるような感じの。そうですよね、なんかね、うちでよう流行ってる塗装するっていうのは流行ってないですか、アベストさんのミラーを塗り分け、うん、ね、よく、ね、このかっこいい前までのやつだからね、はい、ツートンになっていろんな上だけ塗るとか、真ん中だけ、はい、下だけ、うん、みんなバラバラで、この辺とかもしたいですね。ちゃんと塗り分けできるラインもあるんで。そうですよね、はい、これはいろいろまた試してみないと。
これも一回やってほしいですけどね。そうですね、メッキであえて塗るっていうのがあるんですけど、確かにかっこいいです。うん、あの結構この立体的にカバー作ってますので、そこら辺もこだわってます。そうですね、プラスで塗り分けしてもっとかっこよく見せて。そうですそのままでももちろんいいです。いや、そのままでも十分かっこいいです ね、 ね、かっこいいです、うん、このメッキがやっぱいいなと。純正っぽいけど、そうだね、実は違う、はい、確かに、パッと見た感じは、ね、気づかない方も、多分あんまり詳しくない人からしたら多分分からないと思う。分かんないです知ってる人からしたらね、あ、純正っぽいけどこれ変わってるわっていう、そこのさりげなさもいいかなと思います、はい、で、これは前とこれと一緒でウェルカムランプとかも全部です。ここにつく状態ですよね、はい、いいっすね。これ青と白色2色でしたっけ。そうですね、2色あるんですけど、その2色は黒メッキ、ブロンズゴールドにはなくて、オールメッキとブロンズゴールドにはこのホワイトLEDしかなくて、通常の黒メッキにはブルーとホワイト購入品に接着します。ブルーはもう普通のメッキだけっていうこと。そうですね、そういうこと。そういうことですね。ちなみにどっちが人気ですか。ホワイトですね。ホワイト、あ、ホワイト。でもブルーもかっこいいなって思って、やっぱ白だと結構ありふれたカラーだから、ブルーだとかぶりたくないとか、そうですね、青を入れるのもありやと思う。そう、ここ一つやっぱ見え方全然違いますからね、この中インナーで。あー、ですよね。ちなみにあの1型から5型用のレンズはこれ、このサイズなんですけど、この新しい型に関しては長くなっていて、よりこうアピールできます。そうですね、長さが全然違います。はい、うん、でもこう見たらめっちゃかっこいいですね、この色。めっちゃかっこいいと思う。ねえ、メッキってあんまり見なかったんですよ。いや、見ないですね。多分カラーボディ色でしか多分つけたことないと思うんですよ。うん、こうやって今多分僕もこれ実物初めて見たかもしれない。いや、かっこいいなと思って。ありがとうございます。メッキであってなんか高級感すごい上がりますね。高級感あるし、全然崩したくないっていうお客さんには。ああ、いいこと言いますね。ちょっと伝えてるかもしれない。あ、ほんまですか。これもいいですね。2種類あるんで、ちょっとこれからメッキ売れるかもしれない。いや、本当にそうですね。1からまあ5型まで乗ってる方はね、これつけてもらったら。かっこいいですね。これで、さっき言った塗り分けしてる。うん。かっこいいです。ちなみに、まっちゃんがおすすめする塗り分けは、これに、例えば。あんまりちょっと面大きすぎたら、目立ちすぎるんで、その真ん中だけかな。これは、例えばキャンディー系の色とかですか？普通の塗装のカラーとか。普通の黒がいいかな。あ、黒と思うんです。黒いいですね。多分艶ありの黒とかやったらまたそのメッキとの間に挟まれてそんなに多分目立たへんと思う。よく見たら、あ、黒に塗ってるんやった。あ、っていうのはでもかっこいいのかな、ね、やったりとかね、うん、ちょっと例えばこう下だけちょっともうちょっとスモークっぽくするクリアキャンディー系のスモーク系にするとかもありやと思います。逆にこれあれですね、そのホイールのカラーと合わせもいいかもしれないですね。そうですね、例えばもう赤がいい、うん、赤でもういっぱい合わせる人とかやったらね、この下だけ赤にして、単に入れて、ポイントでいいですね、とかっていうのもありかなと。そうですね、いろんな方法があるかなと思いますね。そうね、まあ、まあ6型とかやったらここら辺とか入れたらかっこよさそうですね。この下だけボディ色入れてみるとか、うん、でもね、ダンはいろいろあるし、でもね、いけるし、結構いろんな場所で塗り分けはできたりするかなと思うのでね、まあ、人と被らないように塗り方でしていけるかな、自分色出していけるのかなと思います、ね。勝手に塗っちゃっても大丈夫ですか。まあまあ、僕らも真似させていただきます。お願いします。そうですね、はい、他はなんかアピールポイントみたいな場所ってありますか。あと、フォントのボタンがこんな感じの赤と黒の
ボタンなんですけど、はい、ちょっとこれが味気なくて嫌だよっていう方はそこのメーターの横の黒いボタンあるボタンみたいなやつ、あ、なんか埋め込まれてるやつですよね。そうですね、そこに純正風スイッチがつけることができますね。あとはワイヤレススイッチとかもオプションであるので、あ、そう、そっちに変えれるっていうこともできます。4型とかであれば、4、5、6型やったらメーターの周りに綺麗にあのスイッチホールのキャップに交換して純正っぽくつけれるというスイッチ、うん、それはね、はい、いいですね。そうですね、1から3型まではスイッチホールの形が違うので、はい、そこにはつけれないし、そうですね、そうです、汎用品の、そうですね、枠がありますので、うん、好きなところに穴開けていただいて、その枠を使って、スイッチをつけてますけど、ただやっぱりそれすると3型やから形がやっぱり全部変わってしまうんで、それが嫌やって言われるお客さんのためにもワイヤレスのリモコンみたいな。ああ、それいいですね。え、それやっぱりです。このリモコンやったら別に穴開けたりとかしなくてもいいと思います。全部統一感出せると思う。そうですね。いろいろありますね。そうですね。すごいですね。考えられてるなと思います。うん。感じでね、一応紹介させていただきました。アベストさんの録画体を大阪店のショールームに展示させていただきますので、うん、はい。これは展示させていただいたんで、ちょっとコンセントとかもあるので、あ、ほんのちゃんと流れるように、はい、ショールームで光らせておきます。はい。なんでね、どういう風になるのかっていうのをぜひ見てください。うん、そうですね。はい。このメッキの方もそうですね、はい、新しい方ね、そうです、ありますんで、シアレス各店舗通販購入できますし、アベストさんのねホームページからでも注文できるので、ぜひ注文お願いします。あ、今回はその新しいねドアミラーのご紹介ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。